はっきり言って飯塚被告の操作ミスではなく、プリウスの電子部品の異常だった可能性は %です。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。この動画も考察までの説明や解説は少し長いです。内容が内容だけに誤解が生まれないようにしないといけませんので、そういった説明はいらんという方は本編の考察まで動画を飛ばしてください。また事件を調べた結果、憤りを感じているんで言葉などが汚くなる箇所もあるかもしれませんが、そういうのも嫌な人はもう動画を見ないでここで消してください。次回の動画でお会いしましょう。今日は意外というか予想してなくって急にリクエストが多かった動画になります。以前有名な事件、飯塚事件の動画をアップしました。この事件は非常に有名な事件であり、いわくつきの事件であります。僕らのような犯罪心理学や犯罪考察理論、感想学を学ぶ者にとって、こういった事件は言い方が悪いかもしれませんが、格好の勉強素材になるんですよね。資料という方が正しいですかね。深川事件、狭山事件、袴田事件、足利事件、名張毒武道主事件などなど有名なのを挙げてみましたが、こういった事件を僕らは必ず調べて自分なりの考察をしたり、容疑者になった人の写真や動画を研究したりします。故にこういった冤罪事件と呼ばれるものや、八王子スーパー強盗殺人事件、世田谷区一家殺人事件などの事件には正直かなり詳しいですし、資料や本も手に入れられるものは大体買っているはずです。しかし今回の事件はそれこそリクエストが来るまではほぼほぼ調べていませんでした。もちろん僕も日本に住んでいるんで事件が話題になっているのも知っています。しかしまあ犯人がわからない事件などではないので、特別に気にかけている事件ではありませんでした。皆さんからのリクエストをいただいてから調査や鑑定考察に入りましたんで、公開までに時間がかかったことをお詫び申し上げます。あまりいい加減な動画を上げたくはないので、このチャンネルは皆様の質問、相談、リクエストによって成り立っております。公序良俗違反、YouTube 規約違反、プライバシー侵害の動画はアップいたしません。動画概要欄には Twitter、インスタの SNS、姓名判断サイト、命名解明依頼、ショップ、LINE スタンプの URL も貼っておりますので、そちらもよろしかったらご覧ください。リクエストやコメントをいただいた皆さんの紹介を先にしていきましょう。質問1、天笠さん。他の方もリクエストしていますが、私も構造さんの方を見てみたいです。すごく。質問に、めめちゃんさん。飯塚構造を見てもらいたいです。あの調子だと他人を蹴り落として出世したとしか思えないんですが、話している映像を見たら、意外にも穏やかな、かっこ言いたくないが品がある口調だったし、住んでいるマンションも車も地位がある割には地味なので、先入観なしだったら人格者と騙されそうです。質問3、ふとしふとしさん。東京で交通事故を起こして、母娘跳ね殺して、車のせいにして無罪を主張している上級国民には、かなりみんなムカついていると思います。質問4、工藤和夫さん。他の方も書いていたんですが、上級国民騒動を起こした飯塚さんの鑑定もしていただけるとありがたいです。コメントを読まさせていただいた4名の皆様、また同じ内容の質問をくれておられました他の皆様もありがとうございます。今日の動画はこの飯塚幸三被告が起こした東池袋自動車暴走死傷事故について感想しなりの考察をしていきます。本日の項目です。東池袋自動車暴走死傷事故の解説。感想枠で飯塚幸三被告を見てみる。東池袋自動車暴走死傷事故の考察最後にで進めていきますので、よろしくお願いいたします。チャプター分けをしてありますので、事件内容を知っておられます方は飛ばしてください。では最初です。東池袋自動車暴走死傷事故の解説です。東池袋自動車暴走死傷事故は2019年平成31年4月19日に東京都豊島区東池袋4丁目で発生した交通事故、括弧自動車暴走死傷事故。高齢者の運転する乗用車が暴走して交差点に進入し、歩行者自転車らを次々に跳ね、計11人を負傷、母子2人が死亡、同乗していた加害者の妻を含む9人が負傷させた。加害者は自動車運転処罰法違反、過失運転致死傷容疑で書類送検、在宅起訴され、2020年10月から東京地裁で刑事裁判が開かれている。と、まずは簡易的な説明です。
起訴状によれば、飯塚被告は2019年4月19日の午後12時23分頃から普通乗用車にて豊島区東池袋の2車線道路を時速約 60km にて走行中、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み、そのまま時速 84km まで加速、さらに時速 96km まで加速を続け、横断歩道付近にいた通行人や車に次々と衝突し、自身の妻を含む9名に重軽傷を負わせ、松永さん母子を死亡させるに至った。冒頭陳述で検察側は、飯塚被告がブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違えたのは、直前の運転中の度重なる車線変更が契機になっていると指摘した。この日、食事をするために板橋区内の自宅マンションを出た飯塚夫妻は、飯塚被告の運転する車で文京区のレストランに向かっていた。事故直前に車線変更を行ったところ、前方のバイクに近接した。そのためまた車線変更をすると、今度は前方の乗用車に近接した。この過程でブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違えて縁石にぶつかるも、そのまま走行を続け、事故が起こったとしている。ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み続けたとする起訴内容については、記憶にないと否認し、車に何らかの異常が起きたと思うと主張した。また加害者の弁護人も同様に、加害者がアクセルペダルを踏み続けたことはなく、車の制御システムに何らかの突発的な異常が生じた可能性があるとして無罪を主張した。一方、検察官は冒頭陳述で、加害者は2008年平成20年に事故車両を新車購入したが、事故直前2019年3月の点検でもアクセルなどに異常は確認されておらず、事故当日の記録にも異常が起きた記録、ブレーキペダルを踏み込んだ記録はないなどと指摘し、車に異常はなかったとする証拠を複数点にわたり提示した。閉廷後死亡した母子の遺族、母親の夫と父親はそれぞれ加害者が車に異常があったとして自身の過失を否定した点について、記者会見でそのような主張をするなら謝ってほしくない、本当に妻や娘の死と向き合っているとは思えないと批判した。第2回後半、2020年12月3日では事故を目撃した3人の証人尋問が行われ、3人はいずれも事故当日、加害車両は相当な速度を出しており、減速した様子はなかった。ブレーキランプも点灯していなかった。という趣旨の証言をした。一方、弁護人は第3回後半、12月14日で行われた冒頭陳述にて、検察官の主張に反論する形で、被告人はアクセルを踏み込んでいなかったにもかかわらず、エンジンの回転数が上がって車が加速した。被告人はアクセルを目視で確認してブレーキを踏んだが、車は減速しなかった。電気系統のトラブルでブレーキが効かなかった可能性は否定できず、踏み間違えの過失は認められないと主張した。2021年令和3年1月19日に開かれた第4回公判では、検察側証人として事故解析を担当した捜査員、警視庁の交通事故解析研究員が出廷し、被告人の車は事故現場手前から事故現場へ向かうにつれて次第に加速していったと証言した。ここまでが事故の概要と、僕が今動画を撮影している時点までの裁判の状況です。次の項目、感想枠で飯塚幸三被告を見てみるです。で、今回もいつものように顔を見ていきますが、何箇所か注意点を。まずいつも言いますが、フラットにしてみるということ。今やこの飯塚幸三被告は全国民の敵みたいになっているんで、そう見たら誰でも悪人そうに見えてしまいます。相談者さんのめめちゃんさんがコメントに書いてくれていた、言いたくないが品があるの言葉がそれを助長しており、品があるというのは褒め言葉なんで、それを言いたくないと書かれているのはムカついている、認めたくないとの表れです。それが感想枠ではいけないことです。まずは感情を入れないで見るのが重要です。とりあえず写真を載せて僕はワイプに移ります。そして面相だけで見るのを難しいといつも話している上に、今回はこの年齢です。正直どの面相を見れる人に聞いてもらっても絶対に同じことを言いますが、子供と老人はかなり見にくいのです。なので写真はネットに落ちていたもう少し若い時の写真を見させていただきます。それでもまあまあの年齢の写真でしょうけども、またネットには動画が落ちていましたので、喋ってるシーンなども見れました。ただ面相だけでなく、話し方歩き方もお年寄りになると、これも角度がかなり減ります。まあ皆さんもお分かりかと思いますが、だいたいおじいちゃんおばあちゃんになると喋り方や歩き方なども似通ってきます。
要するに特徴はなくなりますんで見づらくなります。しかも飯塚幸三被告の歩いている動画は杖をついてゆっくり歩く姿でしたんで普段の歩行ではないんでそこも見づらいですね。まあそうもね言ってられないんで見ていきましょう。普段の悪人乾燥悪と違い、もちろん強姦殺人をやったり強盗や放火などをやる育ちの悪い小野悦雄とは違うことは皆さんも一目瞭然でお分かりになられると思います。質問者さんが言われた通り品性も良く育ちも良いんでしょう。このタイプの顔は面相だけで言うと眉は賢さを表すタイプの眉で知的な職業向きです。もう年を取り過ぎた方の写真では下がって伸びて分かりません。こういう部分が老人では見にくいと言っているところです。次に目の先端ですが、結構このタイプの目は難しい上に眼鏡で少し見えないんで一応これだろうなというのを当てはめるならば成功や安定を意味するそうと言われるタイプの目ですが、頭が良いワンマンタイプ、ちょっとこの写りはうっすら笑顔なんで少し良いイメージを押し出そうと思い撮影されている写真っぽいですね。もちろんどこかに掲載するために撮影されたものでしょうから。鼻は面相額で見るならばどっしりとしたお金には苦労しないと言われる系の鼻ですね。僕らの見ている映像写真は年老いてからですので若い頃は結構パワフルだったのではと推測します。次に耳を見ていきましょう。耳は結構特徴的であります。軟骨部分が外輪より飛び出しています。これは活動的で運勢を切り開くタイプであり、かつ耳たぶ、水樹というんですが、この部分も大きいので財を築くと取ります。しかし同時に野心家であると取ることもあります。それとこの顔は無理に表情を作っているんですが、案外ポイントは頬から顎の部分にかけてです。これは負けず嫌いや頑固な人間に多いタイプです。意志が強いのはいいんですが、その点やはり下には強く当たるタイプではないかと思います。また自信過剰と取ります。故にこの特徴から見れる飯塚被告の面相は強豪層です。おごり高ぶり、自分が誰よりも上だと考えています。それと動画で喋っている口調ですがやはり上から。もちろん飯塚幸三被告は東京大学工学博士までなっているんで自分自身も他の人間とは違う、自分は人よりも上だと当たり前に思っていたはずです。以上が乾燥師から見た鑑定結果でした。次に東池袋自動車暴走死傷事故の考察です。現在事件の争点は飯塚幸三被告の運転操作ミスだったか車の故障かということが大きいと思います。なんせこれだけのことをやっておいて無罪を主張しております。本人がそう言っているのか弁護士がそうしろと言っているのか知りませんが、あまりにもふざけてます。そこで僕は乾燥学だけでなく犯罪心理学や犯罪考察理論も勉強していますんで一応僕も考察したいと考えています。あくまで僕の意見であり全部が全部正しいというわけではありませんのでその辺をご理解ください。まず飯塚幸三被告のブレーキとアクセルの踏み間違いであったかどうか、要するに運転操作ミスの件ですが、まずこの画像を見てください。防犯カメラやドライブレコーダーの解析により、まず数字の1のガードパイプ接触時のスピードが69キロでした。次に2の自転車の男性を跳ねた時はスピードが84キロ、最後に衝突する前のスピードが96キロでした。これは加速しているという証拠です。皆さんもレースゲームなどをやられた人なら分かってもらえると思いますが、アクセルを踏んでいなかった場合障害物などにぶつかると速度は落ちます。それは抵抗が増えるわけですからね。でもどんどんスピードが上がっているんです。そしてこの状況を EDR イベントドライブレコーダーで調べたところ、アクセルを踏んでいてブレーキを踏んでいないというデータが残っています。そしてこの事故の証人がブレーキランプがついていなかったと証言されています。これを飯塚被告は電子部品の経年劣化だと主張し無罪だと言い張っています。要するにこれはプリウスなんで自分ではなくトヨタが悪いっていうことですよね。ちなみにプリウスは日本市場で1997年に投入され、以来トヨタは600万台以上のプリウスを全世界で販売しています。アメリカ市場ではレクサスも加えて360万以上のハイブリッドが販売され、2019年までに190万台のプリウスが売れています。確かに GoCompare.com イギリスの自動車保険サービスではプリウスの事故率は高いというが、それはプリウスユーザーが50台以上が多いのと独特なシフトレバーが要因となっている可能性があり、不具合が多いというわけではありません。さらに警視庁による乗用車の機能検査の結果、アクセルとブレーキに異常がないと判定されたことが検査関係者への取材で分かっています。
ということは、この事故の時にたまたま偶然にも車が突然アクセルも踏んでいないのに加速する異常、 EDR が計測を間違える異常、ブレーキを踏んでいるのにランプがつかない異常の3つの異常が同時にこの時この1台だけに起こったと主張しているんですが、はっきり言って飯塚被告の操作ミスではなく、プリウスの電子部品の異常だった可能性は 0% です。ちなみに僕だけではなく、今回は一緒に調べてくれた僕のブレインというかチームがいるんですが、その人たちの考察も表示しますね。プリウスの電子部品が異常だった可能性はこちらの表です。というわけで僕のチームでも満場一致で 0% でした。まあさすがにこれは無理がある主張ではないでしょうか。僕はこれで無罪を主張するなんて全くの反省がない気がします。これは感想枠で見た通り、自分だけが上級国民、天上人、何をやっても許される、悪くないというおごりから来ているものだと考えます。あまりにもこれだけのことをやっておいて無罪、車が悪いというのは東大卒だろうが何だろうが厚顔無恥すぎるし、絶対に許されることではありません。たまたま下道の歌という漫画でトラックの運転手が子供を引いた後の心境が描かれていたんですが、飯塚被告の心境は同じだと思いますね。事故だから俺は悪くないとこの漫画のキャラも考えています。全く同じ心境なんでしょう。あまりにも舐めてます。では最後にの項目です。この動画を作るために読売テレビニュースという YouTube チャンネルの池袋暴走事故情報ライブミヤネ屋が取材、遺族の思いは2020年1月24日金曜日放送という動画を見ました。遺族の松永拓也さんの奥さんと娘さんがまだ生きていた時の動画が流れるんです。さすがに占い師になった時に一生泣かないように誓った僕でも涙が抑えきれませんでした。このまま無罪で争い続けて寿命を待つ作戦だとも書かれていましたが、そうすることは絶対に防がないといけないですし、できるだけ多くの皆さんにこの事実を知ってもらい、飯塚被告に罪を認めさせて被害者遺族にきっちり謝罪をさせなければいけません。松永拓也さんは事故による被害者が少しでも減る世の中になるため活動しておりますので、僕もできる限りは協力したいと考えております。松永拓也さんはツイッターやアメブロで活動されておりますので、視聴者の皆さんもよろしければご覧ください。最後にもし飯塚被告に声が届くのならば、僕からのコメントを。僕は基本的には年配のお客様も多いですし、年上を敬うタイプの人間ですんで、普段はこんなことは絶対に言いませんが、あなたは東大で博士号を取り、いろいろな分野で活躍されてきて、頭脳明晰で上級国民と自分を信じ込んでいるのかもしれませんが、自分がやったことを認めず他人に罪をなすりつけ逃げて謝らないのは人間としては下の下だと僕は思います。罪を認めて遺族に謝ってください。ということで今日はリクエストが多かった東池袋自動車暴走死傷事故の考察をしました。こんな風に事件の考察、感想学のリクエストから人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。